皆さん、こんにちは。クリスチャンの寄り道へようこそいらっしゃいました。私は東京安定オけ協会の久保田みどりと申します。今日は、思いを超えた祈りの答えというテーマで短くお話をさせていただきたいと思います。この私には二人息子がいますけれども、今日は下の息子に起きた、この思いを超えた祈りの答え、 というこの息子はこの小学生の時から非常にバイオリンが好きでこの本格的にこのバイオリンを習い始めたのは大学に入って2年目ぐらいからでした非常にこのバイオリンが大好きで熱心にこの練習し本当にこのまたこのいろんなこの有名なバイオリニストの方々の,この動画を見たり またあるいは CD を聴いたりとして本当にこのバイオリンに親しんできましたそしてこのよくまあ休みに帰ってきた時にこの私とこの私もこのクラシックが非常に好きなんですけれどもこのクラシックコンサート特にまあ彼は非常にバイオリンが好きなのでバイオリンコンサートにこのいつか行きたいねということを話していました そいろいろとこう調べたことがあるんですけれどももう全部この完売とかですねあるいはこのチケットが非常にもう何万もする高いのでなかなかちょっとこう学生では手が出ないっていうような感じの時もあったので、まあ、本当に見心の最善の神様のタイミングで見心のこのまあバイオ,リストイオリニストの方のコンサートに行けるようにっていうことをこの2人でこの祈っていました。 そしてですね、えー、っと、まあ、今回の、この、白馬キャンプで、えー、この息子はですね、この進行の一歩で、このオーケストラにこの参加させていただきました。えー、この自分の好きな、まあ、バイオリンでですね、このオーケストラにこう参加させていただいたんですけれども、まあ、非常にこの緊張はしたと思いますけれども、 まあ、彼にとっては非常にいいこの経験だったんではないかなというふうに思います。そのこの白馬キャンプから帰ってきたこの翌日ですけれどもこの息子がですね、えーまあ、ずっとこの好きなバイオリニストの人一人の方でずっとインスタでこのフ,ォローアップフォローしてきた、えー、この海外の,このバイオリニストの方がいらっしゃるんですけれども そのバイオリニストの方のこのインスタを見てちょうど今日本に来ているということが分かったそうですそしてその日本でこのコンサートがあるのが2箇所だけということでちょうどその白馬キャンプの翌日ですね今回のこの白馬キャンプの翌日のその日にですねこのなんとまた家から非常にこの近い距離40分以内でこう行けるような 距離のコンサートホールでこのコンサートがあるっていうことが分かりましたこの非常に息子はもう非常にびっくりしてですねあのチケットが買えるかっていうので急いでそのコンサートホールのチケットの販売のところはまあチェックしたそうなんですけれどもそうすると当日券でこの1800円でチケットが買えるっていうことが分かりもう急いでそれをこの申し込んでですねこの買,い買ったそうです。 その演奏家は、まあ、いろんなあこの、えー、個人とかですね、いろんなスラムとかそういったところの方々にもですね、えーこのまあ、本当に良き良い音楽を届けたいというそういう社会活動も熱心にされている方みたいなんですけれども、まあ、彼は非常にその方のそういう生き方とかあるいはその演奏がですね、非常にこの好きでまた音色が好きで 本当にいつかこの、まあ、演奏家の方の、えー、コンサートに行きたいというふうに心で思ってたそうなんですけれども本当にその方のです、ね、コンサートが当日しかも家から本当にこう近い距離で行けるところにあるというのでも本当に驚いたそうですそして当日もう本当に、えー、この朝分かってその夕方ですねこの喜んで出かけて行ったそうですけれども。 えーまあ、席はですね1階席のこの一番最後の、うん、ほ,ほぼ一番後ろの方の席だったそうですけれどもそれでもですね息子は非常に感激して、まあ、演奏を聴いていたそうですそしてですね途中であのその、まあ、コンサートっていうのはですねあるこの平和団体の,、えー、この主催のコンサートでそのまあ バイオリストの方をそれでその主催者の方が途中でこの挨拶に出てこられてですねまだ少しこの最前列前の方も席が空いているところがあるのであの後ろの方々もあのよかったらこの前の方に来てどうぞ演奏を続けてお聴きくださいというので休憩を挟んでですね この席を移動してもいいということを言ってくださったのでもう息子はびっくりしてですねそれで前の方一番最前列が空いているか見たらまだ、えー、この数席空いていたということなのでもう本当に急いでその最前列に行って、えー、この座ってそしてその後半の,です、ねえー、このコンサートをこの聞いたそうです。 本当にこの最前列でこの演奏を聴くことでですね、その方の本当にこの演奏をどのように演奏してるされているかとかですね、またその方があの本当にもう、えー、この弓のまあタッチとかですね、なんかそういう本当に私はまだよく分かりませんけれどもそういう本当にこう知りたいことっていうのはもう本当にもう身近にこう見ることができまた聴くことができても本当に感激したそうです。 その本当に1,800円というのはもう本当にこう一番後ろの席にもかかわらずですねその最前列ってなるともう本当にこの万円1万円とかそういう高いこう、えー、お金を出して払ってまあ席が取れたら その最前列で見れるっていうような席なんですけれどもなんとそれをですね当日1,800円の値段でですね一番前で見れて本当にその憧れてきたその方の入れとかですね技術的なことも本当に憧れてきたそのバイオリニストの方の演奏本当にこの身近でもう,もうなんか離れていて2メートルか、まあ、3メートル弱ぐらいだったそうですけれども。 聞くことができて、もう本当に息子はびっくりして大感激でこの帰ってきました。ずっとですね、コンサート行きたいねというふうにこう、まあえー、言ってて、私たちはこの祈ってきたんですけれども、本当にその話を聞いてですね、私はもうこの私たちの祈った願いを超え、思いを超えたですね、神様が祈りの答えを この表してくださったなということを本当に思って、心から神様に感謝しています。しかもですね。息子がこの初めて信仰によって信仰の一歩でですね。この教会のオーケストラに加わらせていただいた。その本当に、まあ、白馬キャンプの翌日にですね。その息子がこの非常にこの憧れている。このバイオリニストのコンサートに行かせていただいて、しかも最前列で聞く。この。 恵みに預からせていただいたただですねこの事柄というのは本当にこの神様の愛を感じるまた神様の本当にこの私たちの願い思いを超えてです、ね、最善の,この祈りの答えを表してくださるという本当に神様の,この深いこの愛と真実をこの感じるこの出来事でした神様は本当に私たちの思いを超えたい祈りをの答えを表してくださる 方だなあとといいうことをこの改めてて、て感感じて心から神様に感謝しています。私はこの話を聞いた時にですね、えー、まあ、紙の37編のまあ4節の御言葉ですね、主を己の喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださるという、本当にこの御言葉をこのふっとこの思い起こしたんですけども、確かに神様は、 息子のこの心の願い、深いところの願いを知っていてくださって、その心の願いをですね、本当に叶えてくださったんだな、ということで、神様の本当にこの深い愛を非常にこの感じる出来事でした。最後まで聞いてくださりありがとうございます。ではまたお会いいたしましょう。